2年林田修也です。2年下蓮司です。3年部長山中鈴香です。よろしくお願いします。日本の文化として海外でも人気がある茶道。まずは茶道の魅力を教えてもらいましょう。いろいろな考えがあると思うんですけど、私の考えは茶道はおもてなしをすることのしますので、相手のことを考える思いやりの気持ちが大事だと思います。お抹茶をただ味わうだけでなく、おもてなしの心や人同士の交流を深めることができる茶道。それでは茶道ではどんなことをするのか教えてもらいましょう。まずお部屋に入って拝見をします。拝見ではお軸やお花を見ます。拝見でいろいろ見ないといけないんですけど、その無心でやってしまうので、なんか綺麗だなとか思うようにいつも心がけてます。座るときは畳の3分の2のところに座ると綺麗なので、それを意識してやっています。座ったらお運びがお菓子を持ってきてくれます。お菓子を運んでもらったときなど、お辞儀をする場面がたくさんあるのですが、お辞儀をするポイントとして、まず姿勢を正し、深すぎず浅すぎず、このようにして綺麗にしています。半島は全体をまとめて、お客様に挨拶やお菓子、お軸、お花の説明をします。本日はお越しいただきありがとうございました。皆さんもお越しいただきありがとうございます。本日の掛け軸は和敬静寂となっております。和敬静寂は主人と客がお互いの心を和らげ、慎み、敬い、茶室の備品や茶会の雰囲気を正常にするという意味です。ここで問題。茶道部の皆さんが持っているこちらのアイテム、何かわかりますか？茶道をやっている人はこの福沢バサミというのをみんな持っています。茶会に出席する際に必須アイテムとなる福沢バサミには、懐紙や貸し切り、扇子、福沢などが入っています。お菓子が来た後はお菓子を取ったり、後の人にお菓子を回したりしています。お手前の方はお茶を立てています。お手前は所作が細かくてちょっと覚えられないところがあります。足が痛くなってその先の手順を忘れてしまいます。茶道のお手前の中で棚のお手前というのが私は一番難しく感じています。難しいポイントは最後に柄杓と蓋置きを飾るところがあるので、そこを覚えるのが難しいです。お茶を立て終わったら、半島が、一番上座にいるお正客に、先にお茶を出します。お正客はお客様の中でも中心的に会話を盛り上げる立場の人で、一番偉いところに座るのが大正客です。僕は飲んでる時に美味しいって思うことが多いので、口に出さないように飲んでます。私は1年生から茶道をやってきて、最初の頃は難しいこともあったのですが、今では自然にできるようになりました。いかがでしたでしょうか。茶道にはたくさんの作法やマナーがありますが、お茶を通じてゆっくりとした時間を過ごすことができる、とても素晴らしい日本の文化です。ぜひ皆さんも
一度茶道を体験してみてくださいね。あっちどっちそっち ADS